その機械一体何に使うんだという方いらっしゃると思うんですけども、誰音楽ネタ、楽器ネタもうちょっとやってくださいよみたいなリクエストをね、ツイッターとかでいただくんですけども、じゃあやりましょう。じゃーん。僕がこれまで使ってきたオーディオインターフェース、これね、FireWire なんですよ。 IEEE1394 FireWire で接続するもの。これすごくいい製品なんですけどね、今時 FireWire 搭載のパソコンってないですよね。ということで、いいものがないかなって探してたら、じゃじゃん、非常にコスパ高いものを見つけました。ヤマハスタインバーグの UR22 でございます。現物がこれになりますけども、使う人は分かると思いますけども、ここ XLR と、標準プラグのコンボジャックがございます。で、ヘッドホンモニターですね、くるっと裏回して、こちらがオーディオアウトで、ミディインとアウトですか、これは。はい。で、ここの USB でパソコンにつなぐと。ちょっと待って、その機械一体何に使うんだという方いらっしゃると思うんですけども、 USB オーディオインターフェースというのはですね、パソコンに音を録音したいときに、例えばマイクであるとかギターであるとか、その他音響機器なんかをここにつないで USB でデータを、音のデータをパソコンに送るわけですね。そういった間に立つ介在するものですね。あと、まあ先ほども言いましたけど、ミディがあるんで、オーディオだけじゃなくてミディ信号もパソコンとやり取りできます。まあ今時使わないけどね、ミディなんかね。で、なんでこれ選んだかっていうと、もう理由は一つ、これです。 192kHz、 以前使ってたこちらがね、 192kHz 対応してたんで、じゃあ次買う時もね、 192kHz 24bit 対応してるものは欲しいですよね。っていうことで探したら、奥さん、これ今時すごい値段ですよ。この UR22 192kHz 対応してて、なんと実売1万5000円切ってます。実売1万5000円切ってます。で、まあ実際に繋いでどうするかっていうのはお見せしてもこれしょうがないんですけど、一応お見せしましょうか。iPad の方をね、 UR22 の方にインプットしまして、で USB で MacBook Air と繋いでます。 MacBook Air の方はロジックプロですね。ロジックプロで今回は 96kHz で撮影して、撮影じゃねえや、録音してみます。はい、じゃあまずドラムの音取ります。感じでね、多重録音とかにも使ってもいいんですけど、インプットアナログ2系統だけなんで、まああれですね、 iPad とか DS とかの演奏をこう Mac とかに取り込みたい時ね、そういう時に使うといいですね。まあ、もちろん Mac だけじゃなくて Windows でも使えますし、ただドライバー必須です。これドライバーいるんですよ。そこはちょっとね、厄介だなと。挿してすぐどのマシンでも使えるわけではないんでね、まずドライバーをインストールする必要があります。そんなわけでね、ゆっくりアルバムでも制作に入ろうかなと、そんな風に思ってます。はい、UR22 でございました。